はい、どうも皆さんお久しぶりです。はい、今日はですね、フィリピンはロックダウンということでびっくりした。なんか出てきた。なんかビデオに映りたくないということで、だけどやっぱ一緒にやりたいみたいです。はい、ということでですね、今日はクレイマスク、こっちです、こちらですね、じゃん、そうやるクレイマスクを、これからやりたいと思うんですけど、忙しいね。キモそう、クレイマスクをやりたいんですけど、このクレイマスクをやる理由っていうのは何見せて。クレイマスクをやる理由っていうのは、やっぱり肌をやっぱ毛穴だったりとか、あとクレイマスクって保湿力もあったり、あと毛穴の洗浄だったり、あと、まあ、とりあえず肌にいいことたくさんあるんですよ。そうだからこれからやっていきたいと思います。そんなに映さないでいいよ。映さないで、うん、うん、そんなに大丈夫。もう見せたから。そんなに、うん、じゃあこうはい、じゃあ今からこのクレイマスクをお水と一緒にね、やっぱ水が必要なのでね。違うよ。え？でもなんかね、肌荒れしてる人とかは、もう肌荒れがすごい人とかはクレイマスクにアップルサイダービネガーをと混ぜると、アップルサイダービネガーと混ぜるといいって言います。美穂は肌別にそんなに荒れたりとかしてないので、アップルだからいい。びっくりした、びっくりした、やめて、びっくりした。だからいい。そうだから肌が弱いので、肌が弱い人とかはアップルサイダービネガーじゃなくて、お水と一緒にね溶いてあげてください。じゃあそれではちょっと溶いてきます。じゃあこれで用意ができました。じゃあまずこっちにね、クレイマスク、こんぐらい、なんかあいみやらないっていうんで、こんぐらい取ってもらって、でそれにお水、ね、適当に取ってきました。じゃあでこれが混ぜる用ですね。混ぜ。何するの？はい、じゃあこれからクレイマスクにお水を入れて混ぜて顔に塗っていきたいと思います。じゃあはい、でこんぐらいね、なんか一人ぐらいだから、一人ぐらいだからってかおかしいか、顔一つ顔一つ当たり前だろ。違う、そう、美穂しかやんないからだいたいこんぐらいで全然いいと思います。本当になんかもう適当、顔が本当こんな感じで、顔が一つです。もう自分のお好みでどうぞ。でお水をこうやって入れていくんですけど、じゃああゆみが入れるみたいなんで、じゃああゆみ、はい、こっち来て、少しずつね、一回少しずつ入れてあげて。いや、早く入れろよ。はい、どのくらい？もうちょっと入れてあげて。もうちょっと、はい、もうちょっと、はい、もうちょっと、そう、このぐらいを適当に見えるかな、よいしょ、そう、このぐらいね、このぐらいをちょっとクレイに入れたら、と混ぜます。混ぜてください。混ぜてください。何これ、キモって、だってそれあんた塗ったことあんじゃん。あ、塗ったことあるっけ。忘れた。うそぴー。それでちょっと固くなるんだよね。ちょっと見せてあげてよ。もうなんかそう、こういう風に固くなるから、もうちょっとお水入れてもいいのかな。なんかお水入れすぎるとなんかすごいなんか水みたくなって顔になんか塗りにくくなるから、ちょっとちゃんとその辺はね、ちゃんと水加減を考えてください。でしっかり混ぜて、なんか美味しそう。じゃあ食べれば。いやだ、なんかアイスみたい。そんぐらいで十分。
ケーだよ。ありがとう。はい、じゃあ、あいみが混ぜてくれました。こんぐらいになりました。なんかもう全然ないっていうふうに見えるけど、もう全然これで十分です。なので、何やってんのと。え、見えた？バレたかな？で、このなんか、ここについてるのがもったいないので、まずじゃあこれから顔に塗っていきたいと思います。おいしい。食べれば、はい。あさあ、この辺から。あのね、クレイマスクを塗るときに、顔が綺麗な状態で塗ってください。洗顔後に塗れることをおすすめします。クレイマスクでリップしてるの毛穴もね、開かしてからクレイマスク入れるといいので、もうちょっとこの辺にしようかな。あら、ここにタオルがあるわね。しまってください。ちょっとね、ママがね、今お風呂入ってるんですよね、上で。こんな感じで、あっちの はい、10分経ちました。で、こうやって見ると分かるけど、こうやって固まってきてます。ひびも入ってきてるから、じゃあこれで洗い流したいと思います。喋りづら。シドビフォーキャラー、洗ってきました。なんかすごい、なんかすべすべしてる。で、こっから化粧水を塗っていきたいと思います。最近美穂がおすすめな化粧水がアロエのやつですね。アロエの化粧水です。アロエね。で、これを手にできるように取って顔に押す感じで、こうやって押す感じで顔に塗っていってください。
で、あの毛穴、ここの鼻のところ、この鼻のところはあの保湿をしっかりした方がいいので、こういう綿を使って、あのね、化粧水をこうやって染み込ませていきます。こんな感じかな。こんな感じで鼻にこうやって貼ってあげてくださいって、なんかセイクつく。こんな感じで、でこうやって押してあげてください。Para siyang ipipress mo gano'n, dandahan lang. Para yung toner niya, makain ng balat natin sa mukha. De, こうやって押して。これだいたい2分ぐらい。だいたい2、3分置いていきます。2分ぐらい置いてあげて、やっぱね、あの肌の保湿はすごく大事です。だから絶対あの洗顔後とかこういうパックした後は、あの化粧水で肌を整えてあげてください。こうやって押して、はい、はい、じゃあこうやって鼻のパックしてる間に、次はこのアロエジェル、多分これよくみんな見かけると思うんだけど、このアロエジェルを顔に塗っていきたいと思います。これね、ミホ、あの冷蔵庫に入れてます。あのね、今ミホフィリピンに住んでるんだけど、フィリピンってすごく暑くて、あのやっぱ暑いと毛穴もさすぐ開いてしまうから、ちゃんとこういうので冷蔵庫で入れて、あの暑い時にこうやって肌に塗ってます。やっぱ冷たいものっていうのは、冷た、気持ちいい、冷たいものっていうのはあの毛穴を引き締めてくれるので、こういうね、多分日本でも全然売ってるってか、これ韓国で流行ってるのかな、とりあえずフィリピンでも流行ってるんだけど、こういうのを、これを冷蔵庫に入れてあげると、冷蔵庫に入れて冷やしてあげるとすっげー気持ちいい。顔全体にこうやって、おでことかに、こうやっておでことかにも。何事？でもちろんあの首ね、首大事だから首にもしっかりつけてあげてください。よし。で顔にこうやって塗ったら、このなんつうの、このまぶたのところにも薄く塗ってください。完成、めっちゃ肌綺麗自分で言うなって
こんな感じで毎日じゃないけど、こういうクレイパックは、週に 1、2回がおすすめです。美穂は週に 1、2回やってます。毎日じゃなくて全然いいものなので、週に 1、2回やってあげてください。じゃあ今日はこれで以上かな。これで終了です。この動画が良かったと思った人はグッドボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。